ね、ここみんな、目覚めな。いや、違います。はい、なんかあったんですか。なんかあったんですか。どっか行ったな。え、アイラです。アイラ。はい。頭切るんじゃん、どんぐらい。ああ。初めて来た、ここ。本当ですか。近いのに。それ、今来た、どんぐらい。昔も利用されてなかったんですか、全然。いや、もう車ばっかり。乗ったことはなかった、ここは。あんまり。でかいばっかりで。そうなの、向こうってことだわ。有名です。ああ、で、グランドじゃなかったよな。グランドとしてやってるわけ。今日駅だけ見に来たんですか。え、駅だけ、これだけご覧に。うん。じゃあ、どこに行くやろう。妹が男と子が上がってますよね。それで彼女の女は死んだと思うんだけど、息子がして10年半に食いついたんだよ。大丈夫です。順次ばっかりだったってな。そうなんだな。隣におばさんがいたと思って、アイラ町に、息子さんのアイラ町で血圧がいてある。うん、近いんじゃないですか、この駅。家から近いんじゃないですか。巻き損の役場のとこですよね、巻き損。いや、ちょっと抜けの外れやろ。あ、外れです。犬飼いだけは、犬飼いだけの、あとは上流。ああ、高千穂の方しかわかんないですよね。いや、まあ、高千穂の下の方。犬飼いだけをずっと上げたところの一番中島の外れ。それでずっと行けば、持ち松から、あの、窓の滝にな。あそこで上げたで。窓の滝にな。そんなに離れてたら、じゃあ駅利用できないですか。うん。今日覚えてくだ。トラクターで。トラクターで怪我したんですか。小雨し。ここで、お母さんが何かがここでかけてるし、店がないけど見たね。何もない。ここ空港に行かないとね。空港近いっすね。いや、バカがあっちやけど。でも何も落ちないね。店に行かないとな。今日は空港じゃなかったな。あ、そうですね。寝たろかいいかな。気をつけて。
さっきさ、トムカップとまた寝た